なんか嫌な予感がする。ちょっと待った。だってさ、もうこっから怪しいなと思ったんだけど。簡単、育てるエビもどき。エビもどき、エビじゃないの？え、どういうこと？え、本物？エビもどきの卵。用意するものが、透明の容器、割り箸、食塩、熱帯魚の餌、きな粉。きな粉。より大きく元気に育てるときは、いや、いいです。いいです、いいです。いやー。すごい。1日から2日経つと、孵化して妖精が誕生します。怖ー。これちょっと待った。これ全部さ、土に見えるけど、こんなに卵あるってこと？え？やべえやつ来た。すごい。生きた化石だって。カルキを抜いた水に食塩を入れて、よくかき混ぜる。あ、食塩入れてなかった。よくかき混ぜてダメじゃん。意味ない。ここでね、混ぜなきゃ。卵入れます。全然わかんない。あー、入ってるわ。浮かんでる。かき混ぜて空気を送り込むみたいです。孵化して妖精が誕生するまでが1日から2日みたいなので、またご報告します。